おみこシティのどこかにはどんな曲でもドンダフルに叩ける究極のバチが眠っている。究極のバチ？ああ、三種の神器ならぬ三種のバチ、それがおみこシティに眠っているという伝説があるんだ。かっこいいだ。よし、ドンちゃん、探しに行くぞ。宝探しの旅が始まるだ。待つんだ。実はそのバチはこの道場に封印されているんだ。旅終わったドン。バチは3つの試練をクリアした者に授けられるぞ。もちろん挑戦するぜ。三種のバチゲットするドン。その話聞き捨てならないな。ん？シドもバチ欲しいのか？シドもついに太鼓に目覚めたんだな。違う。おみこシティの財宝はヤグラカンパニーが管理しなければならない。究極のバチとやら手に入れるのは俺だ。ならば二人に試練を受けてもらおう。ファイトだドン。ここが赤の試練場だ。うおー、熱い。まるで灼熱部屋だ。道場になんでこんな部屋があるのか。太鼓を叩くのに大事なのはリズム感。君たちには今から限界まで反復横跳びをしてもらう。太鼓関係ないじゃないか。甘いな、シド。すべての道は太鼓に通ずったぜ。うおー、小太郎が分裂してるぞ。負けてたまるか。もうダメだ。厳しい試練だったぜ。よくぞ赤の試練を乗り越えた、小太郎よ。バチオ先生。バチオ先生ではない、神じゃ。褒美に赤のバチを授けよう。おお、短くて振りやすいぜ。伝説のバチ一つ目ゲットだドン。ここが青の試練場だ。太鼓を叩くのに大事なのは正確さ。青の試練では精度を見る。バチを用意してくれ。よし、今度こそ太鼓に関係する試練だな。だといいんだが。今から叩いていいものと叩いちゃいけないものが流れてくるぞ。正確に叩くんだ。ドーン、ドーン。あ、ドンキャー。シードの頭が爆発だ。えい、まともな試練はないのか。小太郎よ、お次は青のバチを。長くて低反発が特徴のバチだぞ。2つ目もゲットだぞ。最後の試練だ。太鼓道場の地下にこんな部屋があったのか。すごいぞ。だけどこの部屋扉しかないぞ。ふむ、鍵がかかっているな。頭を使って開けろということか。今度こそ俺の得意分野のようだな。いや、シド、これは太鼓の試練だ。この扉、叩くと太鼓みたいな音がするドン。なに、まさか。ああ、そうだ。太鼓を叩くのに大事なのは筋肉と根性だ。うおー、連打。10本も。よし、開いたぞ。破壊しただけだろうが。よくぞたどり着いた、小太郎。最後に山吹のバチを授けよう。軽くて高反発で、これはこれで使いやすいな。ついに手に入れたぜ、究極のバチ三種。小太郎、おめでとうだぞ。この三種、君はどれを使うつもりだい。どれも迷うな。このバチ、太鼓の里を出るとき、ドンちゃんにもらったんだよな。小太郎、プレゼントだドン。それは？僕が作ったバチだドン。小太郎が夢を叶えるときは、僕も一緒だドン。バチオ先生、俺はやっぱり、ドンちゃんが作ってくれたこのバチで、太鼓の達人を目指すぜ。小太郎。その息はよし。究極のバチは詰まるところ、自分の相棒ということだね。君は君の太鼓道を進むといい。ああ。
この罰はシドにやるよ。ふん、お前の施しなど受けるものか。なら、この罰はここに置いてくか。そして伝説の罰は再びおみこシティに眠るのだった。よう、小太郎。それにシドの坊ちゃん。うなぎの親父。それは、ああ、隣町の工房から仕入れた三種の鉢で、ちーと値段は張るが、文句なしの一級品よ。どうだい、おめえらも。どうした？普通に売ってるのかよ。たまには違う鉢で叩いてみるのも面白いだ。